9000人ですか。やった。うん。まあ、なんだろうね。いや、本当やっぱ900人になった時の気持ちですよ。うん。あ、この努力をあと1回やったら1万人かみたいな。同じよ。あと100人の時と一緒。感覚はね。まあ、だけど、ちょっとね、伸び悩み、まあ、全体的に、このロング動画をメインにしてる人たちが伸び悩んでる中ね、とりあえず9000人乗ったか、みたいな。気持ちではいっぱいですけれども、はい。今日は本来は収録はいつも火曜日にしてるんだけど、まあ今週もやばいもんですから火曜日にできないからっていうんで月曜日になんかやったよね。取って出しだけ出したんよ確か。そうだ火曜日の分を取って出しを出すためにって言って月曜日に来たから、もうそれだったら月曜日も取って出し出そうよみたいな、あったらカメラ回そうみたいになってるんですよ今。うん、でじゃあスケジュール空いて金曜日体調とかがまあ問題なかったら、じゃあ金曜日も収録2本撮っちゃおうと。そしたら、うん、ストックが2つ増えるからね。うん、だからまあそこはちょっとまあやってみてると。でそしたらまあね、今日来て本当は2本だけのはずやのに、まあどうせなら1本回そうかって言って回してますよ。だからまあ普段に比べて非常に軽い話題になると思います、文房具の話題としては。で、今回はね、ちょっと変わった感じになるんだけど、突出しにしては。ほう。このロロマ、ね、完全に9000人記念の前払いとか言ってたけど、まあ、ね、全然9000人記念別の買ったからね。まあ、うん、シンプルに買った。うん。欲しかったから。知ってる。ロロマの20ミリか。だっけ。え、存じない。まあとりあえずロルマのあのちっこい方、英語のちっこい方ね、買ったやつ、はいはい、取って出しで開けたんですよ確か、うん、開封ね、うん、で買ったって言ってたじゃん、リングの硬いの、はいはい、本当に硬かったじゃん、うん、であれ使っててまあ硬いなって思ったけど、開けるのはまだできるよ、開けるのは、うん、閉めるときにこうここら辺とかさ、端の時にここもう押すとこないじゃん、ほとんど、うん、この時にもう絶対閉まらなかったのよ、もう絶対大の大人で、うん、これもだん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 その許せなくなってきて、いやそれいつも真ん中でなんて分からんやんか、うん、システムでどこで開けるか分からんのにここでしか開けれませんみたいな、で開けたとこでこうやって移動させてゴソゴソやって、またこうやって移動させてまた閉めると、僕は何をやってるんだねって思ったわけよ、うん、まあ誰がどう見てもこのリングの個体差やし、これはこのまま使うのはなみたいなって思って、うん、どうしても我慢できずにね、なんと運営に問い合わせたんです。運営、ああだから黎明藤井さんのお問い合わせ窓口にお問い合わせをしてみたんですよ、はいはいはい、であれって本当にこうフューマンエラーで壊しちゃったりとか、ヒューマンエラーかわからないけれども修理してほしい時とかそういう時にも使うページらしいのね、うん、まあ、これいい経験だと思って、そこに送った時の話を今日やっていこうと思います。だから皆さんも、まあ、ことロロマークラシックとか黎明藤井さんの手帳使われてる方でなんか不調を感じたりとかそういう時に、え、あれ問い合わせたらどうなるかなみたいなの、多分あれって問い合わせ見てわからんもんやんか、あの手なんて。そうですね。だから私が体験した話を、まあ、すれば多少なんかいろんな方の参考になるかなと思うので、うん、ちょっと今日はそれを喋っていくということです。でお問い合わせ窓口ってあのいわゆるメールフォームなんだよ、うん、だからメールアドレス入れて名前入れて、でどういう事情なんですかみたいなのを送るだけ、うん、うん、で僕はそこで、買った時からリングがものすごく硬いと、うん、でどのくらい硬いかって言ったら、私男性の男なんですけど、こうは、リングあリフィルを入れた時に端で開けたらその押すところがない時にはもう台の大人でも間違いなく閉めれないと、ちょっと、使用に支障が出ます、ご検討よろしくお願いしますって、まあ、送ったのね、うん、まあまあだからなんだろう、別に固定文ではないと思う、なんかもう本当に思ったことを書きゃいいと思う。で写真とかを入れることはできなかったから、どういう状況かっていうのその気になったら YouTube とかでアップしてリンクを貼るとかできるかもしれない、うん、けど、まあ、そこまで、ね、そこまでなのかなっていうところもあるし、でも多分本当にまあその向こうの事情からすればもしかしたらそのぐらいした方が親切かもしれないなって、まあそれは後から分かるんだけど、
で、それを送ったのが23日か。7月23日。そうそうそう、台本を書くや書かんやみたいな時ですよ。だからもうこの時点で、ああもう今回はロロマを使って台本は書けんやろなと、うん、踏んでいました、はい、これは無理ですよと。で、これが確かね23日って日曜日なんですよ。だからレミ富士山は空いてないんで、うんうん、でそれをだから空いてる、空いてから返信が来るのか。でどういう返信が来たかっていうと、まあ、別にあれよ、あのなんか中身をさらすみたいなことはしないから、あ、はい、はいはい、うん、あそうか、だから月曜日もうすぐ来たんだよ返信が、うん、まあ、たら営業日の次の日、まあ、もちろんそれは忙しかったり順番やからね、日曜日なんか溜まってるやろうから、うん、その土日に来たフォームの、だからまあそんなすぐ来たからってうちの時すごく怖かったわとか言われても、まあそれはいろいろあると思うんですけど、まあ、とにかくあの中身をやっぱチェックしたいと、どんな感じになっとんのかみたいな、うん、でこれもう俺あんま見ないのも、これも文具 YouTuber としてなんだかなとは思うんだけど、保証書が入ってて何日に買いましたみたいな、あれ商品って、うん、なんかよくわかんない、あのカードの中に保証書が入ってると、うん、で買って1年だったら、初期不良だったら全部無料で買えてくれるんだと。うーん、あ違うわ、んいやいやいや、なんか壊したとかでも確かやってくれるかな、あれ保証書やけん。あそうなんだ。確かまあまあまあ、でも 言ったらこうこれがなんか空き家不具合があったみたいな、間違いなく直してくれるっていうのが1年以内なら間違いなくしてくれると、うんうん、でで、そう俺はあのもうそもそもね買った瞬間から硬かったから、うん、でまあね、あの YouTube のねあの動画を見せてもちょっとやらしいんだけどみたいな感じやけど、まあそういう時は保証書があれば大丈夫なんよ。俺保証書がなかったんよ。なんで？いやだってなんで保証書って絶対持ってく。あ捨てた。うん、あでもな痛そう。そしたらあのまあ多分捨ててる人多いんだろうね。だからあのそのちゃんともう1通目の1返信目で、購入した時のレシートとか、購入履歴とかネットやったらね購入履歴とか絶対見れるやんか、うん、あれをコピーしたもんでもいいですと。おー優しい。そう1年以内に買ったことが証明できるものと一緒に着払いで送ってくださいって言われてるの。へー、そう、あそうなんやと思って、でまあ Amazon で買ったから Amazon の購入履歴と領収書出るからさ、うん、あれ印刷してあの紙と一緒にで中身全部抜いてね送りました。はい、はい、でそれの住所もあって、で着払いも俺もね知ってる通りああいうのがめちゃくちゃ苦手なんだけど頑張って着払いで送って、うん、でそうだね、まあ3日ぐらい経ったのかな、まあ、着払い普通に送ったらやっぱ東京まで愛媛やったらまあ2日ぐらいかかっちゃうからさ、うん、2日3日かかって4日後にあの返事が来ました。あ届きましたよと、うん、で明らかにこれ硬いっすねって、おなんでちょっとこれは交換になりますみたいな。交換あのリングのところを返させてもらうと、この、まあ、要はリングの個体差らしくて、うんうん、まあもちろんなんか分解して中身の爪をさどうとかってことなんやろうけど、うん、まあもうわかんないよそれは。だから人によってどんな対応になるかは知んないんだけど、まあでも多分見た瞬間にあこれはもうあれだなと、買った瞬間から硬いやつだなって分かってくれたんだろうね、うん、だったらもうこれはもう無料で交換いたしますと。へー、うん、であのもうこれもありがとうございますと、で私はシステム手帳の中で一番ロロマが お気に入りですと。まあロロマしかプロッタ以外買ったことがないとも言えなくもないんですけども、はい、そうやって送ったらああ嬉しいですと、で返品は来週になりますからしばらくお待ちくださいみたいな感じで来て、それが28日かね、4日後だからね、送って5日後か、うん、うん、まあでだから4日だから、まあそうか4日ぐらい経つんかなと思いよったら今週の水曜日か、水曜日に届いたんです。なのでまあまた4日ぐらい経ったのか、8月の2日に届いたから、うん、まあまた4日ぐらいかけて届いたみたいな、そうやってもう戻ってきて、あ、まあ、
まあ、全然あのこれ硬いよ、硬いけど英語って基本硬いから、うん、プロット以外は、まあ、全然閉じれるんですよ。もうはい、明らかにあの前のリングとは違って、うん、やっぱ前のリングはおかしかったうん、やっぱおかしいもん、この指の、うん、今やってて思うけど、あのやっぱリング機がでかいとどうしても硬いから、これでもやっぱ女性がね、女性とか非力と言われてる方々は、非力、うん、力に自信がない方は少なくとも締めづらいんかもしれないけれど、あれはおかしかったから、うん、うん、だけどそういう時は1年以内だったら、うん、間違いなく変えてくれると。だからその故障だったとしても修理をしてくれると。今回修理じゃなかったから値段とかはどういった形になるのかわかんないんだけど、うん、まあ、やっぱシステム手帳って、まあ、俺もシステム手帳を買い始めて1年ちょっとだから俺が言うことでもないかもしれないけど、まあ、やっぱ長く使ってなんぼじゃない、うん、革なんか特にさ、どんだけ長く使えるかってところが大切なことだと思うし、経年変化とか長くやっぱ一緒にいるべきだと思うから、やっぱそのそういう不安なとことか、まあ、ちょっとね、ちょっとこれ気に入らないなと思ったら、これは多分あの普通に問い合わせてもいいのかなとは思った、うんうん、でまあ多分その流れとしては、まあ、じゃあちょっと送ってくれと。でその時に、これ1年以内だったらこうで、1年以内じゃなかったらこうですよっていう返信が来たから、もしかしたらそこで料金とかもざっくり聞けるかもしれないね、うん、これ今こういう状態なんで、例えばここが破れてるんですけど、これを縫い直しとかっていうのはどのくらいの料金見とけばいいですかって言ったら、まあまあ多分受け取ってみんな分かりませんがっていう文言のもと、多分、何円ぐらいにはなると思いますって返信が来て納得したら送るみたいな、うんうん、そういうことにはなってくるんだとは思うけど、少なくともこの初期不良に関してはめちゃくちゃ親切に対応してくれたし、まあ理論値でしょ、言ったら送って1日以内に返信が来て、で、送りつけてくれと、しかも着払いで、で3日後に届いたら、届いた日には返信が来て、でそっから多分ね、東京愛媛の理論地で送り届けてくれたから、多分その日に対応してくれてるから、うん、まあやっぱ俺がすごい心配だったのは、心配っていうか俺もすごい苦手なのが、あの物を送ったりとか苦手なんだけど、はい、自分の物を誰かの手に渡ってやっぱ1週間近く帰ってこないってめっちゃ不安じゃん、うん、で結果として俺は24日に送って8月2日に来たから、まあ1週間ぐらい手元から離れてたわけよ、ロロのクラシックが。はい、やっぱなんかちょっとストレスやん。だってこの自分、俺のスマホをね、工藤さんがこうやって見てるの、見てカメラ使ってるのすら俺若干嫌なんよ。申し訳ねえ。いやでもまあまあまあそのぐらいのもんなわけよ、うん、でそことを手帳になって、ことをそのねその本社に送って1週間ぐらい、離れてるってのはめちゃくちゃ不安だと思うんだけど、まあ、こと黎明藤井さんに関してはすごく丁寧に対応してもらえて、でもう実際帰ってきたけどさ、やっぱあの硬いの我慢してさ使うより絶対いいと思うよね、うん、うん、で今回私は無料だったけど、まあ修理っていうのも当然これだって革だからさ、ほっといたらもう何十年も使えるわけよ、うん、まあさすがに俺知り合いで20年システム手帳使ってる人いるんだけど、同じやつすごさすがにハゲてきてた。ああ、まあ、それすらももうご褒美やんか、もういやすごいっすねってなるよ、いつか動画使わせてくださいねって言っとるけど、はい、まあでもそういうもんだからさ、うん、だからやっぱ長く、使えるものである以上、そういうね、カスタマーサポートっていうのはやっぱ使っていきたいなと思うし、そのカスタマーサポートがやっぱ手厚いところっていうのはもうそれだけでバリューだよね、うんうん、なんで、まあ、今回黎明藤井さんに、俺は初めてだな、カスタマーサポートに連絡したのが。うんうん、だからちょっと分かんないんだけど他のメーカーはね、でも多分こんな感じだと思うよ、ちゃんと長く続いてるところは、うんうん、だからそれでも黎明藤井さんはすごく丁寧で僕は気分が良かったですよと、はい、うん、だからまあこれからまあ俺も手帳さいろいろやっぱ買ってくるし、アシュフォード、ロロマクラシック、プロッターね、だからダヴィンチも手出してるしね、まあ、ダヴィンチも手出しちゃってるから、まあまあいろんなメーカーのシステム手帳買い始めてるから、まあ、もし悪いイメージでしょ、まあ、まあまあそうなんだけど、まあまあ今ちょっとなんかこうブランドで言ってみたんだよ、あ、うん、だからあそこら辺の手を出し始めてるんで、まあいろんなメーカーでね、まあもし何かがあった時にそのわざわざね難癖つけて試してみたみたいなのは俺も YouTuber としてもやりたくないんだけど、はい、まあ、今回みたいに本当に偶然不運なことが起こった時にどんな
対応だったかみたいなのとかやっぱみんなにシェアしたらやっぱちょっとなんか不安だからっていうんで問い合わせをしたことない人とかいるんじゃないかなと思って、うん、うん、なんでちょっと、そういうことがもしあったらね、狙ってはないよ、狙って起きることじゃないんだけど、まあこれからもシェアしていこうかなっていう話だよ。はい、はい、今何分ぐらいですか？15分か。はい、巻きます、終わり。いや、ちょっと待ってね。え、何？でも15分ぐらい喋ったんだから、まあみんなも楽しんでもらえたのかな。あ、大丈夫か、取れたかは。はい、大丈夫です。ちょっとその手離してもらえる？ここのもう押したい押したいみたいになってるけど。え、なんで？早く、もういいっすか。はい、ちょっとこう、サムネを行こう。あ、じゃあはい、ちょっとなんかあれか、不安は煽った方がいいか、サムネは。やっぱこう、なんで修理に出しましたってこう悲しそうな顔しとって、もう何かあったのかな、のっぴきならねえ理由がって言って、サムネでちょっと釣るか。じゃあ、え、やだな、こういうの切ればいいんだよ、嫌だなとかじゃなくて。いや、私がこれするわけじゃないから。取って出しか、これ。はい、まあ、じゃあちょっとにっこりもおかしいだろ、修理に出しましたって。無、はい、無ができるのが嫌だな本当に。はい、いいっすか、終わって。いいよ。はい。